どうもシュートです。さあ今回もイフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回は週間 FP の当たり選手ランキングとこちらのバルセロナエピックのレベマ能力値解説の方をやっていこうかなと思います。まあ、まず今回週間に関してはもう文句なしに熱いですね。ぶっ壊れ選手もいるし、まあ大体ガチャの半分当たりの選手になってるんで、結構どんな人でも引いていいんじゃないかなって気はしますね。まあバルサエピックに関してもまあ全員ガチスカで使えるレベルで、まあ特に左2人はやっぱぶっ壊れてるんで、また後ほど解説していこうと思います。で、評価いつも通りこんな感じとなっております。あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断の偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。ではまずは週間 FP から見ていきましょう。今回は1位から6位で紹介していこうと思いますね。まず6位はリオネル・メッシということで、身長 170cm、 左利きの2列目からの飛び出しということで、まあウィーレ・イーフト史上初ですかね、2列目メッシが登場しましたということで、まあそのプレイスタイルの変更っていう部分はものすごいいいんですけれども、過去版のメッシと比べたりしたらちょっと微妙かな。スキルはまあいつも変わらずめちゃくちゃ優秀なものばっかり持ってるんですが、 TS100 時の能力はだいたいこんな感じで、まあ、今回 ST だから総合値99まで補正込みでいきますけど、 OMF だったら 97、 CF だったら93ぐらいの能力しかないんで、強いのは強いけど微妙かな。まあ比較してみると、以前に登場してた ST の週間 FP のメッシと比べても今回のやつはちょっと微妙ですし、まあこの無料配布のメッシと比べたとしてもオフェンスセンスが超差あったり、身体能力面も軒並み負けてて、でまあ極めつけはこのリンクフォワードの週間メッシだったらもう全部負けてるって感じなんで、パックとかビッグタイム持ってなくても無料配布は持ってると思うんで、まあ無料配布持ってない人だったら別にこのメッシ使ってもいいと思いますけど、無料配布持ってるなら無料配布にしときましょう。では次、5位はラウタローですね。身長 174cm、 右利きのラインブレーカーということで、今回この選手はですね、総合値とかは別に高くないんですけれども、ワンパとスルーパスが多分追加したんですかね。だからまあワンシューワンパスルーパ持ちのラインブレーカーになったということで、まあスピードであったりドリブルボールキープっていうところはちょっと低いかなと思いますけど、フィジカル高いしオフェンスセンスとか決定力ぼちぼちあるんで、まあ割と使用感のいいライブレーカーになりそうな気はしますかね。 TS100 時の能力はだいたいこんな感じで、まあ緑色も増えるし、パスも地味に79まで来て、逆足頻度も最高なんで、多分思ったよりも使いやすいアルバレスタイプになるんじゃないかなと思います。では次、4位ですね、アレックス・グリマルドということで、身長 171cm、 左利きの攻撃的サイドバックということで、まあこの選手は今回左サイドバックで登場してますけど、左サイドハーフの裏総合値なら総合値97で、まあバグ強化がされてるって感じですかね。まあドリブルパスそれなりにできて、スピシュンも高いしボディコンもある。でまあスキルが優秀ですかね。ダブルタッチ、インターセプト、コンカ、ピンポイントクロス、アシュラコントロール、スルーパスと、まあサイドで使えるスキル豊富に持ってますし、 TS100 時の能力はだいたいこんな感じで、まあ弱いところが決定力、フィジカルぐらいですかね。左サイドバックで使うのはあんまおすすめしないですけど、サイドハーフだったらもう全体的に能力も高いし、アウトスピンがないぐらいしか欠点はないと思うんで、波も小さいなんで、これからの環境でも使って良さそうですね。では次、3位はロブロ・マエル選手ということで、身長 179cm、 左利きの2列目からの飛び出しですね。まあこの選手はちょっと能力値が下がったグティって感じですかね。その理由はやっぱスキルなんですけど、ダブタワンシューコンカワンパアウトスピンキック、ピンポイントクロス、スルーパスと、まあいいスキルばっかり持ってるんですよ。まあ本当に操作性は似てるんじゃないかなと。まあスピードとかは若干負けてますけど、 TS100 時の能力はだいたいこんな感じで、僕も当てて使いましたけど、まあ普通に上がりもいいし、操作性というかスキルの面もものすごいよく感じたんで、波も小さいですし、選手があまり揃ってない人だったら全然使っていけるんじゃないかなと思いますね。では次、2位ですね、アントワーヌ・グリーズマンということで、身長 176cm、 左利きのリンクフォワードですね。まあこの選手今回 CF で95で総合値登場しましたけど、 ST の裏総合値は97もあると。でまあ能力的にはスピードとフィジカルは物足りないですけど、それ以外はもうほぼ十分かな。まあ瞬発ボディコンもうちょっと高かったら良かったかなって気はしますけど、まあ全体的に能力攻撃面はものすごい良くて、やっぱスーパーサブ持ってるんで、まあダブタワンシューワンパピンポイントクロス、スルーパスなどスーパーサブ以外にも優秀なもの持ってて、 TS100 時の能力はだいたいこんな感じで、 ST の裏総合値は100までいって、まあ能力的に見ても圧倒的に過去最強かなと思いますね。それでいてコンディション波も小さいスーパーサブなんで、これからのスカットにも本当に入れていきやすい。では今回のラスト1位はムシアラですね。身長 183cm、 右利きの2列目からの飛び出しということで、まあこの選手 CMF で登場したんで総合値94ってなってますけど、ウィングハーフ OMF なら裏総合値98もある能力持ってるんで、まあめちゃくちゃバグ強化されちゃいましたね。まあドラマチックなゴールも決めてましたし、まあこんぐらいの能力で来てよかったんじゃないかなと思いますね。ドリブル能力高いし、パスも89あって決定力81、スピード85、瞬発90、ボディコム85と、でまあスキルもドロップ、ダブルタッチ、ワンシューコンカ、ワンパー、シューラーコントロール、スーパーサブと、まあめちゃくちゃ優秀ですね。グリーズマンと比べたら、まあ、ちょっと STCF ができなかったり、波が普通なんでちょっと C 環境若干使いにくくなるかもしれないですけど、これぐらいの能力あるんだったら正直波普通でも入れていいと思いますね。ベンチに TS100 時の能力はだいたいこんな感じで、まあ総合値101まで裏総合値いきますし、これはちょっとビルツの再来ぐらいえげつない能力持ってるかなと思いますね。まあここまで強い虫やらってなかなか登場しないと思う
うんで、この選手1点狙いでも今週の週間 FP は引いていいかなと思います。ではバルサイピック見ていきましょう。まずはベレッチ選手、身長179センチ、右利きの攻撃的サイドバックということで、この選手ね、配信でまあ何試合か5、6試合ぐらい使いましたけど、毎試合めちゃくちゃ活躍してましたね。この選手が穴になるっていうことはほぼなく、対面の守備もほぼ勝ってたし、やっぱ個人的にはボールダッシュ85あるのと、スピードはまあこれぐらいの選手いるんですけど、瞬発90ってなかなかサイドバックでいないんで、そこが強いんかなっていう気がしましたね。まあスキルはね、インターセプトとブロッカー持ってないんで、そこは微妙かなと思いますが、マンマークワンパピンポイントクロスあるんで、まあそれなりに活躍することはできるスキル持ってるかな。 DS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあこうやって見たらね、めちゃくちゃ強いんで、まあイニエスタとロナウジーニョ狙うついでにベレッチが当たったら、普通にガチスカで使っていいと思いますね。ちょっと普通にビビるぐらい使用感は良かったかなって感じ。では次はイニエスタですね。身長171センチ、右利きのチャンスメーカーということで、この選手はですね、もう絶対持っといた方がいいかな。まあスペインとか、なんならレジェンダリー持ってる人だったら、そこまで能力変わらないんで、別に狙う必要もないかなって気はしますけど、今回のイニエスタのいいところって、上限が高いんで、決定力めちゃくちゃ振れるんですね。それでいて、スピシュンとかドリブルパスっていうのは、今までとそんなに変わらない感じで育成できるんで、まあちょっと負けてたりはしますけど、その分決定力がぐんと上げれるんで、今の環境にものすごいぴったり当てはまるかなと思いますね。今ってそこまでスピード求める環境ってよりも、ドリブルのキレ、まあ瞬発力とかボディコンの高さ、またスルーパスの質と、OMF とかサイドハーフでも決定力が結構大事になってきてるんですけど、ほんとその条件を全て満たしてくれてる感じがするんで、で、スキルはほぼいつも通りなんですが、今回ルーレットついたんで、サイドハーフにルーレット求めますって人は、まあ今回のイニエスタも結構ありかな。DS110 の能力はだいたいこんな感じと、まあなかなかにぶっ壊れてるし、今回のイニエスタが多分バランスはほんと非常にいいんで、裏総合値も102まで OMF なら行くんでね。まあ今回イニエスタ獲得しようかなと思うなら、ぜひこの育成で作ってみてほしいですね。多分これが一番強いと自信を持って僕は言えるかな。ではラスト、ロナウジーニョなんですけど、もうこの選手はね、もうめちゃくちゃ強いのは分かってるんで、ちょっと3パターンぐらい育成解説していこうかなと思います。3つ見てどれにするか悩んでください。では1つ目の育成は、まあ操作性を求めたタイプですね。瞬発力めちゃくちゃ上げて、パスと決定力最低限にして、とにかく使いやすいロナウジーニョを目指した育成。まあフィジカルとかはそんな上げてないんで、ちょっと特徴活かせてないかなって感じはしますけど、まあ主にウィングの位置がやっぱり強いかな。サイドからドリブル仕掛ける感じ、左ウィングでも強かったし、右の ST でも全然強かったんで、まあちょっとこれからはガチスカで使っちゃうかな。カカよりもなんか使いやすい感じしてますね今。でまあスキルはエラシコと足裏コントロール持ってて、ダブルタッチないんで、ちょっとスキル追加は必須なんですけど、あとはコンカとワンパアウトスピンキックとかも持ってるんで、ほぼスキルは揃ってる感じかな。まああとワンシュースルパついたら完成。 DS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあ個人的にはこの育成がウィングだと結構使いやすいかなとは思いますが、もう一つまあ王道でおすすめしたいのが、クイックネスを8まで落として決定力を8上げするっていうこの育成ですね。これだとまあちょっと補正なしで見ると、決定力83まで持っていってるんで、まあほとんどのゴール決めてくれるかなっていう感じしますかね。全然そこら辺の CF と同じぐらいの決定力ですね。まあこんな感じでも瞬発力ボディコンも全然青色乗るし、全然強いと思うんで、決定力求めたい人はこの育成がおすすめかな。では最後におすすめするのが、このフィジカル特化の育成ですね。もうパスは全部下げて、決定力また6まで戻して、フィジカルを78まで持っていったっていう形なんですけど、 DS110 の能力はだいたいこんな感じで、スピシュン8495のフィジコンボディコン8090はまあ相当強いんじゃないかなと思うんで、理不尽さを求めるならこの育成ありかな。ちょっとパス下手になっちゃいますけど、まあ元から75あるんで、ウィングならまあそこそこ十分かなと思うし、ダブルタッチつけて軽やかにかわしつつも、ちょっとディフェンスと並走するときにフィジカル負けしてほしくないっていう人にはそれなりにやれるとは思うんですけど、やっぱ究極の理不尽さ求めるならこれかな。それでは今回ここで週間 FP の当たり選手ランキングとバルセロナエピックのレベマの能力解説終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ週間 FP はさっきも言った通り、ムシアラ1点狙いでも引く価値があるガチャかなと個人的には思いますね。ぜひこの機に狙っとくべきかな。無難に補強したい無課金美課金や、ぶっ壊れが欲しい無課金美課金も今回は引いとくべきかなって気はしますかね。でまあバルサエピックに関してはもちろん無課金の人はね、さすがに150ボックスなんでスルーですけど、まあ、ハイ課金は正直絶対引いといていいかなと思うんですが、美課金でたまにエピックにまあ1万ぐらい使ってもいいですって人は、まあ、イニエスタをスペインのやつとかレジェンダリー持ってないなら引きに行ってもいいかなって感じしますね。まあ、イニエスタ今回が過去最強な感じはしますけど、そこまでは変わんないんで、イニエスタ乗り換え目的ならおすすめしないですけど、ロナウジーニョ当てたいし、ついでにまあ過去最強イニエスタも欲しいかなって思うなら、全然美課金でも今回ちょっと大盤振る舞いしてもいいんじゃないかなと思いますね。それぐらいベレッチもガチスカで使えるし、2人とも1000級に強い SS 評価なんで、今回のエピックは相当いいかな。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。